エリカその様おはようございます。a n こんにちは。お久しぶりでございます。羽生選手は、えー、クワードアクセル成功の後、えー、クワードルーツやクワードフリップを本格的に武器にすることはないようにと。 思いいますすととうことなんですよねで足首の腱、えー、や人体そのものを鍛えることはできないので、えー、鍛えるとしたら周囲をの筋肉を鍛えて補強するしかないわけですが本人も足首持病を口にしているということでこの足首寿っというのがとてもあの斬新でしたねこれはちょっとマーカーになりますねでそしてこの足首の腱や人体そのものを鍛えることはできない というところで、まあ、なんかその体の作りがやはりそのなかなか難しいんじゃないかっていうところなわけですよね。でそうなるとしたら、まあ、周囲の筋肉を鍛えて補強するしかないわけでとということなんですよね。すごくあの新しい情報ですね。ありがとうございます。そしてあの僕は羽生選手の声が、ね、素敵だからこれから引退したあとは俳優とかを目指すんじゃないかなってちらっと言ったんですが、えなお映画との利息でござるにえ仙台版 話役で特別主演した際、えー、銀幕と銀盤との2、えー、足のわらじを履くのかと、えー、問われた羽生選手は絶対にありませんと否定していましたから、羽生選手が俳優や声優になることはまずないでしょう。あ、ちょっとすみません、僕、これ間違えてますね。あの、<laughs> ちょっと待ってくださいね。あの、これね、あのわらじの話ってこれ、僕、 ちちょっと勘違違いいししてまます。コメント間違えちゃいましたね。えー、僕はあのエリカ・スノーさんのコメントに対して、えー、わらじの話って、あのー、都の利息でござるの中で、羽生選手が、あのー、わらしを吐くのが嫌いだから、えーなんだ、俳優になるのが嫌いだと思って勝手に勘違いしちゃってます。これも後でコメントちょっと変えますね、はいえー。そうではなくて、二足のわらじですね。間違えてますね。はいえーお 絶対にありませんと否定していましたから、えー、羽生選手が俳優や声優になることはまずないでしょう、うんえー、そんなことよりもっとやりたいことがたくさんあるはずですよと、えー、スケート殿道師として世界を回りたいとも言っていましたし、何より AI 採点を実用化まで持っていかないとねと、やっぱりこの羽生選手のやりたいこと、情熱をね、あのー、やっぱり応援したいという気持ちがあるわけで、 一体、羽生選手が本当にしたいこと、それは何なのか、すと気になりますよね、うん、で僕はこのように求めました。羽生さん、自分のやりたいことを情熱を込めて精進される姿、えー、どのような道を進まれるのか、まだ彼がね、えー、誰にも明かしていない秘密などがあるかないか、それもね、もう気になるところですね。うん、そして、わらしの件、本当に申し訳ないです。あの二足のわらしなのにね、利息、えー、殿様、利、え、息、ー、でござるだったっけな。 の,あの、わらじを履いていたっていうところで勝手に勘違いしちゃってました。そうじゃなくて二足のわらじということでしたね。はいえー、そしてガールズトークさん、えー、おはようございます。こんにちは。お疲れ様でございます、えー。カメラ撮りながら私たちに見せてくださるために台の上でつけていらしたと思うんですが、えー、それは大変ですねと、あのー。僕がですね、衣装作りの際に、 えーまあ、いつもと違ったところで撮影をしたということなんですけど、実はです、ね、あのそうではなくて、あのボタンをつ、ね、けるときは、えーまあ、床でやるより、ね、そのなんだろうテーブルでやったほうが、ね、やりやすかったとっいうだけなんですけどもね。はい、い私は持ち上げて目から2、3 0ンチのところでやりますよと、えー、ダブルノットでの速さを出します。ダブルノッットで速さ,強さを出しまする、えー、とフック部分に、えー2 2、3、えー、目。 あ目、えー、固定させるために糸を渡します、えー、普通はこのフックの場合は裏側につけて裏に糸が出ないように、えー、これ半肉でいいんですかね拾いながらやりますということなんですね。で僕多分これ間違っちゃった可能性なんですよね。これもね、あのー、表側に縫っちゃっていてあの表に、ね、糸が丸見えになってしまったんでちょっとああと思ってねもうあの3回縫ってしまったんでこれを今から外すのは、うん、やっぱり大雑把が割れますけれどもあの装飾でごまかしていこうかなと思ってる最中でございますと。 は裏側にで、ね、つけるようになったんですね。えー、でもテレビで大写しになるわけではないのもないので、これもかでしょう。そうなんですよね。えー、何か綺麗な装飾ボタンを上につけて隠したら別スそう、そうなんです。僕ね、それを考えてます。あのー、今回の 衣装というかあの作っている裁縫で作っているやつはですねまあショートプログラム陸上フィギュアのねあのどこかで春がっていう曲ですからあのまあピンクの、えー、ベストにですね、まあ、葉っぱとかをつけようかなと思ってます、まあ、葉っぱみたいな形あとは鳥の羽とかね、まあ、そういったものをねつけてやっていこうかなと思っているのではいまああのここですね次回以降はまあ気をつけてやるんですが今回はね何かこう そういった装飾をつけてごまかしていこうかなと思ってます。うるさいババアよりということなんですよね。はい。えー、っと、で、まあ、このフックは裏側につけるということで、えー、まあ、僕の気合ですね、これが足りなかったんじゃないかなと思います。えー、3箇所も塗っちゃったんで、今回は装飾をつけてごまかし作業に対しようかなと思ったりもしてます。はい。 え続きまして、ケーブルさん、こんにちは、アンドおはようございます。ブ、え、君、ー、歌舞伎皆様、おはようございます。えー、っとそういえば、鍵山君も、新しい4回転を獲得するのに、ルッツよりもループの方が難しいと言っていました。あの、ループジャンプって、時代が来るのが非常に難しいんですよ。時代ですね。あのー、僕の中で、ループジャンプって、時代が来れば、あの回れるようになると思ってるんですね。で、この時代っていうのは、どういうことかというと、ルッツとかフリップとかトーループとか、 アクセルとか、あのー、サルコーもそうなんですけどもタイミングをつけるのが、まあ、比較的簡単なんですね、うん。簡単っていうのはどういうことかというと分かりやすい、簡単じゃないです分かりやすいんですね。あの例えばルッツの場合はつま先が氷にトンってついたら扉がある、フリップもそうですね、トーループもそうだと思います。はい、でサルコーもハの字になってからシューって飛ぶ。だからこの、ね、分かりやすいんですね、ただループだけあの待っていても来ないわけです。 あのま、自分で待っていても、えー、どこで飛ぶかっていうタイミングがつけにくいので結構ループってそういった意味で地味に難しいジャンプだと思うんですよね。だけど時にはですね、あのー、まあループの入り方これがですね結構入り方自体は、えーまあ、やることが少ないんですよね。うん、あだからそのためですね軸が作りやすいジャンプなんで、えー、ある時はですね一番簡単に感じるある時は一番難しく感じる非常にその あのまあ、コントロールするのが難しいジャンプなんですね。だから荒川静香さんもあの、ループジャンプがすごい好きな時と苦手なとき、分かれるっておっしゃっていて、まあ、トリノオ,オリンピックではダブルループになっちゃいましたけども、本当は得意なはずなんですよね。で、まあ、羽生選手もループジャンプって入りが独特な、難しい感じのジャンプっておっしゃってましたけども、まあ、そういったところがやっぱり反映されてるのかなって思うんですよね。そうで、狩、えっと、山選手は今、4回転サルコーと4回転トーループというね、下から難易度的にあの簡単なジャンプを2つやってるわけ まあこれもあれですよ、簡単っていうのはこれ、語弊ありますからね、もうフィギュアスケート名誉がつきすぎてしまった私たちなんですからね、まあやっぱりそのまあサルコーもトーループも4回転っていうのはそもそも難しいわけですね、もっと言うと3回転も本当は難しいんですけども、それは置いときまして、えー、4回転の、まあ、サルコー、トーループっていうのは、まあ、それでも難しいんだけども、それ以上に昇進していくというわけですよね、あのーまあのま4回転ルッツの方がうまく飛べているので、4回転ルッツはいけると思いますみたいなことを言っているということなんですよね。えー限り 山選手はおそらくね、フリップジャンプもあのー、3回転フリップを見てるととてもねあの余裕で飛んでますので、たぶんトリプルフリップを4回転できるんじゃないかなって思うんですよね。えー、でも鍵山選手は4回転ループもなんかできるみたいなんで、これはそうなってくるともうネイサン・チェーン選手と並びますよね、もし本番でやってくるとね。で、彼、ぶっちゃけ比べちゃうと、彼の方がね、高さ、幅。 そして、降りた後のランディング、そして、あの村隆人さんもおっしゃってますけれども、あのジャンプの可動域、これが広いんですよ。うん、だから、あのジャンプが軸が曲がっても、その、 なんだろう会心の出来じゃなくても、着氷につなげることができるんですね。だから結構その、そういった意味、膝の使い方が非常にこれはいいわけですよね。これ、小塚貴彦さんおっしゃってますけども、あのも猫足着氷っておっしゃってますよね。だからジャンプが少し斜めになってもですね、膝でこう、膝をうまく曲げることによって、えー、軸が斜めになったジャンプも美しくこう流れるように調整できる、まあ、コントロールの、まあ、フィギュアスケート職人技ですね。それをやっぱりね、えー、提供してくれてるっていうところがあって、僕はあの注目してるんですよね。 うん、でもあの、次ちょっと面白いですよ。でも、4回転ループも入り方を羽生くんの入り方ではなくてあの、友野くんのように4回転ループを練習していると、ここちょっと面白いですね。うん、羽生選手ね、1回その4回転ループやるときに、右足を一旦こう上に上げてから、シュッと飛ぶんですよね。あの三原舞選手とか、あとね、浅田真央ちゃんとか、あと、えー、っとね、武田奈々選手とかね、あのそういった、あと、ね、若干だけども、鈴木明子さん。 もうそうそいったループの飛び方をやってますね。なので、あのループジャンプもですね、あのずっとこうまあ、サーシャ公園のように、シューっとね、最初からシューって入ったりとか、ジェフリー・バトルさんもそうですけどもね、あの2つの入り方があるんですよね。だから、友野選手もおそらくサーシャ公園の基礎的な方のループジャンプかなって思うんですけれどもね、えー、友野くんの入り方なら抜けにくいとかおっしゃってましたと気になりますね。うんえー、ループで神尾くんが言うように、地味に難しそうなんですよね。だから、あの簡単な時は一 一番簡単に感じる難しい時は本当に一番難しいアクセルよりも難しく感じるっていうねジャンプなんじゃないかなってちょ思うんですよねこれはあの僕が言ってるだけじゃなくてシーズンで練習している時にですねあの板井文也さんというね方がいてですね彼も言ってましたねあのなかなかループジャンプってできる時は簡単なんだけどできない時は難しいあの他のねあの少年たちも言ってたんであそうなんだってちょっと思ったりはしてましたねはい、えー、もう4回転ルッツ4回転ループ飛べてるかもですね、えー、あとはつなぎをどうする えどうせならばジャンプ大会になってほしくないので羽生んみたいにえつなぎも流れもいろんなステップを入れてほしいなということなんですよね。あのこれ非常に僕も共感します。やはり狩山選手としてはあのそういったところをね、えー、成長していきたいというところがあると思うんですよね。まあ、でもそれははややっっぱぱりりあの若いうちはあの今ねやっぱり あの世界選手権で今回初出場して、それでね、銀メダルですからね、本当に素晴らしい。だからこれからは、やはり、あのどう鍵山選手の色とかね、えー、あのま鍵、あ、山選手らしい演技ですよね、まあ、そのそういったものを含めながらですね、表現力とかも成長していくんじゃないかなって思うわけですよね。でもこの若い時代で、あそこまでできれば本当にすごいと思います。もう大賞賛されるべきで、あの精神力もすごい強いですし、まあ、お父さんとの関係とかね、えー、キスクライムも面白いですよね。だからそういったところをね今後注目 してていこうかなと思ってるんんですよね、うん、そうそうそうだから僕はあの鍵山選手は素晴らしいあのスケート職人はそのスケーティング技術に加えて柔軟性に加えて柔軟性もあるんですよね結構あのー、まあ なんていうのかサラブレッドの選手って結構柔軟性がなかったりすることが結構多いんですけども、ステーティング技術に加えてこういった柔軟性、例えばドーナツスピンとか、それからキャメルスピンの足換えですね、非常にスピードが速い、えー、得意不得意がないなっていうふうに感じるので、これはね、ちょっとネイサン・チェンにとっても、まあ、非常に怖い、ダークホース的な存在になると思いますね。はいえーまあ、最初の世界選手権で、ね、ネイサン・チェンの次にね、 あの滑ったわけですので、ね、確かね、それでね、あそこまですごい演技をするって相当な精神力だなと思います。これは大変なことになりそうな予感がしますね。はい。えー、そして、高橋様、ありがとうございます。おはようございます。アンド、こんにちは。えー、本当にごめんなさい、えー。仙台の荒川さんを忘れてたなんて、えー、荒川選手の金メダルで、 どれほど日本のフィギュアファンが増えたか、えー、分かりませんよね。えー、ますます仙台です、そうなんですよね。あのー、本当にね、仙台って、その天才魂があるのかなと思うんですよ。しかもそれも超大物魂ですね。あの、僕ね、うはね、フィギュアスケートに関しては、層の厚さは愛知県の方が多いかなっていう感じがあるんですが、一人一人が超大物気質だなって思うんですよ。だから、あのー、オリンピックで金取ったりとかね、本当にものすごいトップアスリートになるようなイメージがありましたね。うん。 そう。そんな感じでございますね。はい。えー、あ、ちょっとこれはちょっと僕のコメント。なんでこれこんなコメントしたのか。ちょっとあれですね。はい。えー、ケイブーさん、えー、ちょっと気になることが。他の YouTube チャンネルで、えー、羽生結弦ファンっていう、あ、これ皆さん知ってますよね。僕も知ってます。羽生結弦ファン。今、最近は見てないんですけどもね。えー、羽生君ファンなのか。 なりすましに見える人がかなりひどいコメントしてますねということなんですね。これはアンチということなんでしょうね。えー、人がかなりひどいコメントをしてますねと。えー、アイコンを見てて、あちこちでその方、すごく羽生君を褒めているのはいいんだけど、高橋君などすごい汚い言葉であしらっているようだということなんですよね。すごい気になる方ですね。羽生君ファンは他の選手をあんな汚い言葉であしらうことは、あしらうでいいのかなこれ。 のあ違いますね、えー、すみません、ののしることはないと思いますと、えー、そりゃ悲しくなるくらいの、えー、高橋くんが努力で勝ち取ったオリンピックの銅メダルのことも、ぼろこそです。この方は多分知ってるかもしれないですね。ちょっと僕、これ、あの高橋さんに対してひご非常誹謗中傷級にねあのー、言ってた方だと思うんですけども、ちょっと名前を控えていきたいと思います。はい多分僕にこれブロック された方なんじゃないかと思いますそこを置いときましてはいえ他の選手の方のファンの方がこの人のコメントを羽生くんのファンが言うてると思われたら嫌だなと思います。あの本当にそうなんですよ僕もねそこが嫌で羽生選手のファンの方非常にいい方が多いんですがこういう方のせいでえ羽生くんのファンって、えー、こんな他の選手に悪口いう質が悪いのって思われますよね良くなると思うんですよねうん。甘田東さんもそのコメント主さんに苦言を入れてくれていましたと気になりますねはい羽生くんのファンの 印象をるるのも目的としていいようににさえ本当に重い本当重ですこういうのをなりすましファンっていうんですよね、えー。さてさて話は変わりますが、えーなる、なるみん心あったカフェという、あ、皆さん知ってますか、ね、ななるなるみん心あったかカフェですね、えー、という、えー、YouTube チャンネルですが、えー、練習を女性がされていて面白いんですよ。あー僕、これ好きな分野ですね。はい。えー、あのー 羽生くんの練習その方は羽生沼にはまって、オーラを見る男の人の動画も素敵なえー、鑑定をされてました。そういうのを見て癒されたにもしてますと。いや、いいですね。僕も好きな、あのスピリット大好きなんで、ちょっと見ていきたいと思います。えっと、もう一回言いますね。なるみん、なるみん、心あったかカフェですね。はい。皆さんもぜひ見ていただきたいと思いますね。そして、えっ、ー、と、い田様おはようございます。 こんにちは。えー、癒さされてきてください、えー。この返信の前のものは弾かれてしまいましたと。名前とか出していないけど人物特定できるのでしょうかと。気に変身、えー、の前のこれは弾かれてしまったとっいうのは僕のあれですか動画に対してですかね。それとも、ああのー、その羽生結弦ファンっていう動画の。 コメントで,ですかねちょっと気になりますけれどもね、えー。そしてケイブルさん、えー、マジですか何それあんなひどいコメントを載せられてあ、ってことはおそらく、あの、羽生結弦ファンの、えー、動画の中のコメントになりますよね。はいあ。羽生結弦ファンっていう動画の中のコメントかなと思うんですけどもね。あの人、怖い、えー。女性の名前で載ってますが、あれ、男の人がもと思うほど。あわっとさ、勇気ある人だな。私は怖くて反論も出す。あのちょっと聞きたいんですけども、多分あの、この、あ、あの、これをね、 これですね。ここにあるこのアイコンが青の方じゃないですか、確か。青。ちょっと、あもうこれしか僕は言えないんですけどもね。はい。えー、そして YouTube 側さん、あの人のコメントはダメダメ。チェックしてほしい。高橋くんファンが見たら、羽生ファンの声だと思,思われそうで嫌だ。ちょっと確認していきたいと思います。えー、そして飯田様、それでだ誰だかわかりました。でも、返信コメント即座に弾くなんて YouTube なんだと。えう、ー、その人のコメントの方がよっぽどひどいのにと。たぶね、あのー、 ここのね、5時間前って、これ書いてありますよね。これがですね、1時間前とか10分前に変わってたらですね、もしかしたら、えー、その方が1回削除して、またこのコメントを貼り付けた可能性がありますね。あとは、あのー、運営側ですね、その YouTube の、その,、まあの,まあ、その羽生結弦ファンという方がですね、コメントを削除したって可能性も考えられますね。あのー、ちょっとよくわかんないんですけども、うん、確認させていきたいと思うんですけどもね。 はいえー、そして飯田様続きのコメント。もしかしたら YouTube 公認の人かもねと。だってあまりにもひどい言葉です多分ねそれはね、ないんじゃないかな、さすがに。うんどうなんだろう、気になりますけど。前から気になってた人です。かぶさんの動画には来ないから大丈夫。あの多分ね、あのー、なんとなくなんですけど、ブロックされてますね、その人。はい、多分多分あの人なんじゃないかなちょっと思うんですけど、気になりますけどせいぜい先評価するくらいです。えー、そしてケーブさん。えー 続きのコメントですね。ほんとほんと、それしか考えられない。ああいう人が Yahoo! ニュースとかに羽生くんファンを装ってコメントを入れてると。 え入れんと言って欲しいな、えー、それを読んだ人は羽生ファン最低ってなりそうそういったところでやっぱりね、あのー、やっぱこう、ね、悪く評価になってきますからね、なりすましファンの可能性はあると。あれから私は Yahoo ニュースのコメント読まなくなりました。傷つくから。僕ね、実は Yahoo ニュースのコメントあんまり見たことないんですけど、結構悪質な人がいるみたいなんですよね。傷、え、つ、ー、くコメント、ぐさ多いからと。 えそして、イダ様、ヤフーはダメですね。全員がそうじゃないんですけど、まともなこと書きいて集中砲火を受けている時もありますもんね。あの、ヤフーの株の掲示板もね、すごいですよ。うん、だから、結構質が悪いのかなえ。そして、アマナットさん、えー、こんにちは、アンド、おはようございます、アンド、お久しぶりでございます。ケイムさん、こんにちは、止めようとは思った,思ったのですが、あまりにひどくって、つい書き込んでしまいましたと。えー、正直、話が通じなくても、もしかしたら、 発達障害ではないかと思っていますと、えー。とにかく羽生ファンの質と羽生選手の価値を避けるような発展ばかりで不愉快ですよね。気になりますね。私は姉さんは表面的にクールに見えるけど、中身はそうでもないと思っています。えー、今はとにかくアメリカの代表として何、何としてもメダルを取らなければというプレッシャーとかで大変でしょうが、年相応の男の子だと思います。えー、それは羽生選手も同じだと思います。 そして、相手に勝ちたいって思うのがいけないみたいな風潮もありますが、勝ちたいからオリンピックって出場するものだと思いますということなんですよね。あのやはり、ああ僕、ネイサン・チェンに関してはですね、ビジネスチックにあの物事を考えてる感じが僕はあるんですよね。だから、羽生選手はまあ結構フィギュアスケート愛。だってまあネイサン・チェンに見てみると、ちょっとこうまあビジネスだったりとか、そういったものを感じたんですよね。ど,うどのように思ってるかっていうのは、あれですけどもね。 うんまあ、それにしても、アンチ気になりますね。はい。そして、ケーブルさん。えー、甘ットさん、お久しぶりです。本当にね、お久しぶりですね。えー、甘ットさんのコメントにすっきりした気分でした。私もって思っても言葉が出なくて。えー、そして、甘ットさんに、えー、おんぶに抱っこのまんまでした。えー、昔のこのカブ君のコメントにも、この、これですかね。カま、カま足じゃないですか。だとしたら、 そんなに僕に対しては悪口は言ってこなかった人だもんね。だとしたら、オレンジ色のアイコンですね。だとしたら。うん。あの方、多分、どうなんだろう うんまあ、ちょっと話はあれ、えー、ちょっと置いときまして、あの人もあ,あちこちで同じコメントをしていました。姉さんもみんな1位を取りたくて頑張っているんですよね。レホーさんかな ?2 位ではダメなんですかなんて言うてたの。これ結構記憶に新しいですよね。うん。あははって感じです。私の願望は、選手みんながそれぞれの持ち味を出し切って、脳みして実力すべてを出し切ってもなお、羽生君がしたかそれが一番ですよ。まあ、羽生選手もそれが一番望んでいることだと思うの、ね、で、みんなが誰かがミスをしたから勝つみたいなんじゃなくて、えー まあ、みんなが完璧な演技をしても勝つみたいな、それが一番いいと思うんですよね。でもやっぱりオリンピックって、そういった精神力の戦いになってくる、誰がミスをしたいかっていうところも大事になってくるのかなっていう印象はあるんですけどもね、えー、勝ちたいと思うのはアスリート魂です。アマナットさんの姉さんチェンさんや羽生君への気持ちを聞いて、また勉強になりました。ありがとうございますということなんですよね、まあ。気になりますね、ちょっと。うん まあ、あの時々なんですけども、スパム的な印象を受けるようなコメントがありますね、まあ、それはあの、まあ、スパイというかね、荒らしが目的なんで、気をつけたいところではあるんですけどもね。うん はい、えー、そしてアマナットさんですね、えー、こんにちは、ジャッジのことで私なりに考えた結論ですが、幼稚かもしれませんが、単に多くの演技を見すぎて判断能力が鈍っているんだと思います。あのちょっとこれ、マーカーしていきますね。あのとてもあのなるほどなと思いました。なぜかと言いますと、1つの試合でジャッジっていうのは、何時間も、えー、ジャッジをしなければいけないわけですよね。もちろん、ね、休憩とかはあるかもしれませんが、やっぱりこうどうしてもね、えー、鈍くなってくる部分、これ、共感できますね。うん、だからあのこう ファンの選手になるとですね、まあ、こういったらあれなんですけども、ジャッジがいい加減になっちゃう可能性があ,あるわけなんですよね。で、人間の集中力は30分と言われています。えー、プロでではないから妥協できる 妥協で、えー、つけている人もいますよ、絶対にと。そして、でも羽生は、えー、オリンピック王者だから、その時だけは意味不明な力が入って、自分はジャッジだ、正当に判断したいとって、余計に変な判断が入ってしまうのかなと。でこれもすごく分かりますね。やっぱりあの変な判断をしちゃうと、後からバッシングがすごいですよね。で、えー、陰謀までとは思いませんが、ジャッジが絶対とは思いません。ただの人間だと思ってます。もう本当にそうなんですよね。人間ですよね、えー。ジャッジ批判を批判している方の中には、ブ、えー、ランタ m i お昼代と交通費だけで、貴重な休みを使ってやってくれるという方もいますが、逆なんですよね。あんな素晴らしい演技をあんな間近で見せてもらえる、しかもジャッジさせてもらえる、それに感謝をするべきということですね。しかも、己が、の、えー、がフィギュアスケートが好きで、好きだから自らジャッジになったわけですかということでね。まあでも結構、ジャッジになるためには、あの結構下積みが必要な部分もあるんですけどもね。うん。で、えー、僕はね、これすごく共鳴しましたね。えー、あ、まだあの続きますね。えー、っとその 自分の差し加減であの選手のに人生が決まるんだともっと真摯な気持ちで参加してもらいたいです。えー、それができなければジャッジを降り,起きる,べあ降りるべき、えー、試合なんです、遊びじゃないんです。えー、試合を見に行く、えー、来る観客の皆さんだって交通費やチケット代を払ってくるのですから、えー、そんな皆さんを代表してジャッジしてもらってるんだっていう謙虚な気持ちを持ってほしいということなんですよね。うん、であの僕、一つ共鳴した部分があってあの人間の集中力は30分というところ、そして判断能力 が鈍くなるっていうところですね、これをちょっと僕考えまして、あのジャッジをですね交代制にするっていうのはできないのかなと思ったんですよ。要は、やはりあの1つのこうショートプログラム、フリーステーティングって1つのこう試合があったときに2、3時間はやっぱり同じジャッジは皆さん9名するわけですよね。もちろんテクニカルコントロールもそう。だから、そういった中で,ですねジャッジをこの同じ試合でも交代させるっていう制度を利用するっていうのは、あのいかがなものかなと思ったことがあるんですよ。でかののこの生 アマナッさんのコメントを見て、あジャッジをこの交代にするのはどうなんだろうって思ったんですよね。もしかすると、お金の問題ですよね。まあ、その、ジャッジに対するそのお金、費用を払うわけですかね。あとの まあそれでまあ難しさってのあったりするのかなと思うんですけどもね。だからまあ、えー、人間の集中力が30分しか続かないんだから、まあ、ジャッジする判断そのものは鈍っている可能性があるわけです。だから、そうなってくると、えー、後半の選手たちに対するジャッジの判断っていうところが簡単にできなくなってしまうっていう部分があるので、休憩を入れたとしても、やはりね、あのー、他のまあジャッジの数を増やしてですね、交代にしていくっていうところも必要なんじゃないかなと僕は思ったりはしてるんですよね。うん。はい。えー、そして、弥生様。 えー、おはようございます。アンドこんにちは。えー、花束事件知らなかったから、先ほど見てきました。皆さん、この花束事件知ってましたかね僕は全く知りませんでした、あのー。復習をするとですね、ある大会、全日本選手権かな、あの羽生選手と宇野昌磨選手がいて、えーで、宇野昌磨選手に対しては、あ、違うか。 あそれはあれか、肩たたき事件かあの。花束事件はあの、花束、羽生選手にあの花束を渡したとき、その花束がですね、なんか花が咲いているものが少なくて、つぼみばっかりだったとっいうところで、えー、ファンの方から怒られている問題ですよね、えー。ソチオリンピックの,時のですよ。の、ソチオリンピックになるわけですね、えー。カサブランカだと思いますが、ほとんどつぼみでしたということなんですよ。絶句です、えー。花屋さんのラッピングが悪いのでしょうが、それを渡す橋本聖子さんもおかしいですよねと。 橋本聖子さんは、そのコヒー高橋選手に対してヒーしてるっていう部分が、もう皆さんこれはご存知で思うんですけども、コヒーの高橋大輔さんが、えー、メダルを取れなかった当てつけにも見えるんですかということなんですよね。そして、カ、え、ブ、ー、さんの好きなテクタミショワ選手がハーネス付きで、 4回転ルッツを飛んでましたよと。これもまた驚くことです。これはもう超マ開カ級なんですよ。なんでマ開カ級かって言ったらですねあの、ロシアの選手なんですね、ドクターミシュワ選手、僕大好きになりました。あの彼女は確かにあの若い頃もすごい成長していくんですよ。だけど、あの基本的にロシアの成長直線っていうのは、15、6歳でピークを迎えて、その後急降下するんですね。シューってね、うん。で、この急降下した後にですね、まあ、停滞からまたさらにもう一段安くなっちゃうんですね。 下落したんですねそういうのが成長曲線です、ね。一回ドーンと上がって、横ばいになってま、まださらにね、安値を目指すみたいな、そういう感じになって、えー、22歳あたりではもう,もう全然こうね、成長できなくなってしまっている。で、体もね、かなり太っちゃったりかするわけですよね。だけど、あのトゥクトゥクトゥクトゥ選手はですね、やはりこう、若い世代ですよね。まあ、ザリトワ選手とか、えー、それから今出てきている、まあ、あのシルバコワ選手や、そしてアレクサンドラ・トゥルソワ選手などがね、まあ、こういう大成長して、ウう,う,うーってボーンっ成長 していく中、えー、まああのテクタミショワ選手はまあ確かにこう成長、これでガーってしてこう、ね、落ちてはきたけども、だけどね、ここで踏ん張ったんです。踏ん張ってまたこう、ね、近づいてきたんですよ。確かに技術的にはねまあトゥルソワ選手、シルボコワ選手に劣るところはあるかもしれませんけども、それでもねあのこれまでのロシアの成長曲線。 とは違ったねあの成長曲線に挑んできてるんですよね。あのミンシンコーチのもとで本当にねあのひたむきに頑張ってるんですよね。で24歳なんですよで。それでもかかわらず、まあ、こういった4回転ルッツを挑戦していく。まあ、ロシアだとイメージ的にはもう若い選手はドーンって、ね、難しい技をやっていく中で、ね、トプタビショワ選手はあのトリプルアクセルもですねそんなにこう早くできなかったわけですよね。ゆっくりこう成長していってです、ね、ゆっくり、ね、落ちることがあってもそんなに暴落はしない。ゆっくりこう落ちちゃっただけでまたあゆっくり上がっていく。最近ちょっと 急成長気味なのかなという印象があるんですよね。そういった徳田三昇選手、実は4回転トーループも降りていて、えー、すごいなと思ってるんですよね。で4回転ルーツはハーネス付きではあるんですが、ね、言っているということで、本当に成長あのしていけるような、あのね、あのそういった。 選手だななと思って、えー、好きなんですよ、ね、僕、フリースケーティング、今回のフリースケーティングは日本調の曲でまたこれが面白くて、彼女独特な滑りをするんですね。なんか、あのー、魔法使うみたいな演技をするんですよね、彼女の演技は。だからすごい好きなんですけど、今後もね、あのーまあのまオリンピック出るかどうか、まあ、神あ雷は選手出ちゃうんで、ちょっとやばいかなと思うんですけども、あのー、このストクタミショワ選手を僕はね、えー、大応援していきたいと思ってるんですよね。うん そして、まとめてみました。どうやら花束事件の真相。これ、皆さんが言っているところは、本当のようだというところですよね。絶句、衝撃になります。そして、ドゥクタミショワ選手は、すごい進化。早先で一旦は落ち着いたんですが、しっかり次なる目を育んできた、えー。ロシアの中で異なった成長曲線チャート、今後は楽しみだなと思いますね。はい。というわけで、皆様あの、コメントいただきまして、ありがとうございます。今日もいろんなことを学びました。また、アンチもまたいるようなんですけれども、あんまり気にしないでね、えー、まあ、あの、 だろう過去の選手の演技を見ながらも、えー、楽しくやっていけたらなと思っております。はい、というわけで本日は以上です。